皆さんこんばんは、チャソです。本日は9月の20日ですね、3連休の前の日の、金曜日になります。現在時刻が、3時ですね。こんな時間にどこに行くのかというと、以前の動画でお伝えしていた長野ツーリングになります。今日はね、天気は持つようですが、明日午後から雨っていう予報なんで、今日のうちにビーナスラインの方は走り終えて、明日帰る途中ですねにはちょっと雨に降られるかもしれませんが、天気は今のところそんな感じです。今日も鏡石スマートインターの方から乗っていくようにはなりますので、とりあえずねいつものセブンイレブンの方に行ってゆっくりと合流したいと思います。はい、今5時20分で上河内にいます。とりあえず霧雨止んできたんで、撮影の方は再開しようかと思います。はい、次70キロ先かな。こいつのね、こいつのタンクがちっちゃいせいで給油ばっかりですけど、ここでも給油します。引き続き行きたいと思います。はい、はい、ではここから、関越道の方に向かって進んでいきます。はい、上河内から70キロぐらいですかね、走りました。太田ゴードで、給油と休憩します。今日はね結構細かめに休憩の方入れていこうかなと思います。はい、今横川サービスエリアにいます。給油待ちですね。いや暑くなりましたね。8時台ですけど30度近くいってるような感じです。もう少しでね、長野県入りなので、あとは柵の方で、降りて、いつも通り白樺湖を目指していくような感じですね。では引き続き行ってきます。はい、長野県に入りました。出発から休憩挟みで5時間ですね。ようやく入りました。柵の方も晴れてますね。これは期待できるかな。はい、柵の道の駅で休憩したんで、とりあえずこれから牛乳専科モーモーの方に行きたいと思います。はい、ソフトクリームを食べます。食べてからコロバックルヒュッテの予定になってます。はい、暑い。ほんじゃ出発。はい、では国道142号から県道40号に入っていきます。よし、もうすぐ到着です。
はい、着きました。牛乳専科もうもう、はい、牛乳専科モーモーでソフトクリームの方をいただいてきました。続いてはですね、白樺湖の脇を通っていよいよヴィーナスラインの方に向かっていきます。その前に給油ですね。風がねものすごい強いです。おお、こっちにいっぱいいますね。牛かな。でも風が強い以外は天気もいいしね、気温もちょうどいいんで最高ですね。これ女神湖かな。意外とね、今日金曜の平日なんですけど、ライダーは結構いますね。はい、目の前白樺湖ですね。よっしゃー、来ました、ヴィーナスライン。いやー風が強い。今はススキなのかな、うん、ススキの季節ですね。今はこれはこれでありですね。ここからヴィーナスラインっていうかもう入ってんだけど、ここから景色良くなるから要所要所で止まってくから、あとはあのヴィーナスラインの看板一応取っときますか。そうだね、この季節はススキだね。行きましょう。この気持ちいい絶景ロードを走りに美しが原まで38キロぐらいですね。
雲がすごいことになってんですよね。渦巻いてるっていうんですか。そうそう、ここここ。いやー気持ちいいねー。意外とね人がいるおお富士山見える。多分あれかな、うん、あれですね、富士山見えます。この先にね富士見台の駐車場があるんでそこに行きましょう。いやー大パノラマだねー、これすごー、下まで全部セスキだねここに寄りましょう。はい、では続いてはコロボックルヒュッテに行きたいと思いますが、混んでなければ寄ります。混んでたらちょっと諦めようかな。今は10時半だね、ちょっと微妙な時間。混んでますね。はい、コロボックルヒュッテで、なんだっけ、ボルシチだ、ボルシチとパンのセット食べてきました。いや体温まりましたね。味の方もね程よい塩味が効いてとっても美味しかったです。10時オープンで10時半ぐらいに行ったんですけど、もうかなり店内は人がいましたね。まあ、完全に満席ではなかったんで入ることはできたんで良かったです。では続きましてね、道の駅美しが原の方に向かっていきたいと思います。ここが一番カーブがきついところかな。